緒に手拍子して盛り上がっていきましょう。せーの、私たちの街 JR安城駅前、楽しい街、笑顔になる街、お買い物するなら安城商店街においでよ。私たちがポンポン盗むよ。皆さんよかったらお手元にある方は見てみて、で持ってない方はもらってくださいね。
はい、1、ポイ捨てをしない、2、路上喫煙をしない、3、チラシを散乱させない、4、ペットの糞は持ち帰る、5、歩きスマホはしない、6、落書きはしない。はい、本当に当たり前のことすぎてね、本来条例にするようなことではないかもしれないんですけど、こういったことは一人一人の心がけがとっても大事になりますので、皆さんマナーを守って住みよい安城を作っていきましょう。でみんなさ、この住みやすい街を作るというか、うんうん、そのためにあのなんかしてることある？私はね、あのペットボトルのお茶とか飲み物を買わずに毎日水筒を持ち歩いて過ごしてます。まあ素晴らしい。お仕事もそうだし、普通に出かける時もなんか今日は持っていこうかなって思う日があって、そういう時は持ち歩くようにしてます。そうだね、ゴミも減るもんね、うんうんうん、そういった一つ一つが大事ですからね、皆さんもマナーを守って爽やかな街を作っていきましょうね。お願いします。ありがとうございます。はい、ということでね、今爽やかマナーのお話を聞いていただいたんですけど、私たちの今後の予定を聞いていただきたいと思いますので、お願いします。はい、6月25日は18時10分から市民交流センターの方で看板娘の6月定期公演を行わせていただきます。皆さんぜひ遊びに来てください。はい、そしてピッチ FM 金曜日のオアシス看板娘のグダグダラジオ、次回の放送は7月1日金曜日22時からです。皆さんたくさんのメールをお待ちしております。はい、その他私たちの活動は YouTube、Twitter、アメブラなどインターネットでも発信しています。安城スペース看板娘まる検索してください。それでは最後まで盛り上がっていきましょう。それでは聴いてください、看板娘でハッピー。I'm gonna go to the next level.
安城商店街アイドル、看板娘でした。